はい、みなさん、こんにちは。はい、ごめんです。今日はですね、ちょっとね、いい天気ですね、東京は。まあ、ゲリラ的動画投稿ということで。ですね、今日はですね、まあ、岸田新内閣発足しました。それでですね、まあ、いろいろまあ、大臣変わりましたね。小泉進次郎さんとか変わりました。で、麻生太郎さんも変わりましたね。すなわち、財務省変わりました。で、麻生さんから、鈴木俊一さんになりましたね。で、この方っていうのは、義弟です。まあ、おそらく奥さんの、麻生さんの奥さんの弟なんでしょうね。ということは、あの、鈴木善幸元首相の息子さんなんですよね。でですね、本人記者会見でこんなこと言ってます。麻生カラーと鈴木カラーは全然違うと。なんで、麻生さんとは全く違うような。まあ、なんでか地味に実務をコツコツと、まあ、抑えていく。そういうふうな、まあ、財務省に、まあ、なるだろうというふうなことを本人おっしゃってました。でですね、それはそれでいいんですけども、問題はですね、180度変わってみたらどうです？麻生さんから。どういうことか。まあ、麻生太郎さんのような、そういった財務省の犬とかした、緊縮財政論者から、鈴木さんは、反緊縮財政論者に変わらなければいけませんね。日本を救いたいという部分であれば、日本国民が好きだというのであれば。麻生さんはね、日本国民嫌ってましたね。違うなら反論してください。嫌ってなければ、あんなに緊縮財政言いませんよ。貯蓄をすることが悪みたいなこと言いませんからね。日本国民嫌ってなければ。まあ、そういうことでね。まあ、鈴木さんは、まあ、特に、反緊縮財政論者になってもらいたい。で、財務省とガンガン戦って、それで言いくるめてもらいたいんですよね。俺が正しいんだということ。まあ、鈴木さんに期待しろと言っても、麻生さん息どっぷりかかってるでしょ。汚い、まあ、汚いって言っちゃ、まあ、悪いか。麻生さんの息どっぷり使って、どっぷり、まあ、吸って生きてきたんじゃないですか。なんでね、まあそういうことであまり期待はしませんけどね。まあそういうことで、ただね、まあ今後どうなるか、財務省の犬、麻生さんと同じように鈴木さん、財務省の犬と化すのか、あるいは同一で思って、まあ反緊縮財政論になるのか。うん、だから鈴木さんもね、もう独自色出していっていいんですよ。反緊縮財政ガンガン言ってくださいよ。消費税減税もしくは廃止ガンガン言ってくださいよ。ああそうすればね、自民党も国民支持から得られますよ。ということでですね、まあ今日はですね、まあ鈴木新財務省、麻生太郎財務省の前財務省のような犬になるなというような動画でしたね。まあこれからもね、こういった辛口な動画、まあゲリラ的なんでね、まあ、ガンガン言わせてもらいますよ。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。